博多といえばどんたくに山笠、松井林に影響されたんでありましょうか。福岡出身のミュージシャンは多いようです。おはようございます。俺たちはですね、50年代の音楽が好きな8人グループ、久留米出身のフィフティーズです。俺たちの音楽というのはもう50年代のドゥーアップをベースにしてですね、はいはい、歌詞とポップ戦争、もうロックンロール、まあロックンロール、ドゥーアップ、まあ、今風にしたという、アレンジしたというですけどね、まあ、この福岡、うん、ミュージシャンの人が多いですね、やっぱり。これが多い。松田聖子さん、チェッカーズ、ARB の石橋さん。こういったのも、ありませんね。ありませんね。もうこういうフライありまして、福岡にはね、もうアマチュアバンドとかプロのバンドがいっぱいいるんですけどね、みんなもう目立ちたがり屋で、はい、もうほんとこういうやつがいるんですよ、すぐ前に出てくる、ね、こういうやつがいっぱいいまして、ほんと、まあ、ファンの子もいっぱいいるんですけど、自分たちがステージショーを聞きまして、こうしてそうそうやるんだけど、それよりも目立っていると、まあ、お客さんの方が派手だと、どっちが派手だ派手かはもうほんとわからないという感じでね、久留米、そういう風な街です。やっぱ歌ってても最高だし、練習してる時も面白いですけどね、僕の成果をですね、みんなに見てもらって、みんながその総立ちでこう手拍子してくれるとか、やっぱり最高ですね。幕が上がる瞬間ですね。瞬間、幕が上がる瞬間、わあたまらんですね。このコンテストで入賞したぐらいの時のぐらいの感じですね。やっぱり、顔をこわばらせながら上がっとろうって、いや上がっとらんやんちゃう、嘘つきがですね、上がっとらん。でもね、僕たちにはね、もう最後出る前にね、こうしてみんなで手を合わせて行くぞって、おおとね、気合を入れていくと、そこはいいと思うね。君は知っているだろうか、フィフティーズっていう時代があったことを。君のパパやママが恋していたような頃、アメリカ中がダンスパーティーをしていたようなあの頃、陽気で楽しい音楽が街中のラジオからあふれ出し、ロサンゼルスの少女たちからデトロイトの少年たちまで、みんなみんなおめかししてたような時代だったんだ。それからいくつかの時が過ぎて俺たちは生まれた。だから本当のフィフティーズを知っているわけじゃない。だけどどうしようもなく憧れて、そしてバンドを始めた。時代は確かに変わってしまったけれど、恋する気持ちやそんなときめきはフィフティーズも今も変わらないはず。だから俺たちがそんなフィフティーズの夢を見せてあげよう。最高にハッピーなフィフティーズの素敵なロックンロールを聴かせてあげよう。みんな踊りにおいでよ。